イラクリーをクルアシュビリは、グルジアの政治家、ミヘール・サーカシュビリ大統領の下で、国防省などの要職を歴任した。しかし、2006年11月に失脚する。2007年9月、野党統一グルジア運動結成を表明する。しかし、同年9月27日に、党本部で、汚職、不正な資金洗浄及び職権乱用の容疑で、逮捕された。 2007年グルジアを出国し、フランスに亡命した。イラクリーをクルアシュビリは、グルジアソビエト社会主義共和国南オセチア自治州のツヒンバリに生まれる。トビリシ大学国際法及び国際関係学部を卒業する。大学卒業後は弁護士となる。2000年司法時間に就任する。ミヘール・サーカ・シュビリの統一国民運動に入党し、2002年、 飛びり市議会選挙に立候補し当選する。バラ革命の後、2003年11月シダカルトリ宿大統領全権代表に任命される。知事としては、汚職と密輸の取り締まりに断固たる決意を示した。2003年11月県事総長、2004年5月内省を経て、同年12月国防省を歴任する。国防省在職中は、 南オセチア政策で強硬派に属し、同地区に対する軍事行動をしばしば主張した。ロシア、ベルシア紙は、オクルアシュビリのインタビューを掲載し、ロシアは、2カ国間での対立が戦争に発展した場合、多くを失うと述べた。もっとも、グルジア国防省は次の日に、インタビュー内容を否定した。これに対して、ロシア市側は、オクルアシュビリと、 ルスラン・ゴルボイ記者とのやり取りの録音を示し反論した。オクルアシュビリはロシアによるグルジアワイン輸入停止。でも不穏当な発言が問題になった。5月1日には2007年1月1日まで南オセチアに対する影響力が急に復しない場合は国防省の辞任に言及した。2006年11月10日、経済開発省に任命される。 公認の国防省には、ダビード・カゼラ・シュビリが就任した。しかし一週間後の11月17日に、オクルア・アシュビリは辞任した。2007年9月25日、オクルア・アシュビリは、新たな野党、統一グルジア運動結成を発表し、サーガ・シュビリ大統領を批判するとともに、汚職や政権の人権侵害を訴えた。グルジア首相、国会議長を務めた政治家で、 2005年2月に死亡したズラブジワニアの死に対しても調査に疑問を呈し、実業家で大統領選挙にも立候補したバドリパタルカチシュビリの殺害が計画されたとサーカシュビリを直接訴えた。神道に関する推測はルーフされ続けた。多くの政治評論家は、オクルアシュビリの政界復帰は中文戦争の再開と予想した。党の新本部建設に関して、 東西政の不透明さやオクルアシュビリの側近で、シダカルトリチク知事のミヘールカレリ知事の逮捕など、オクルアシュビリの周辺は気なくさい動きが絶えなかった。2007年9月27日オクルアシュビリは、国防省在任中に強要、資金洗浄、職権乱用に問われて拘留された。2007年9月28日オクルアシュビリを支持する、野党は、グルジア議会で、共闘した。 2007年10月8日、ビデオ録画で、オクルアシュビリは、国防省を在任中に贈収賄があったことを認めた。しかし、保釈後、オクルアシュビリは、贈収賄を撤回した。また一部野党指導者からは罪を軽減するため、贈収賄を認めたと説明した。保釈されたオクルアシュビリは健康上の理由を名目に、グルジアを出国した。ありがとうございます。